食後たった5分だけ軽めの運動をするだけで糖質制限よりも全身が痩せていきます。この動画を見ている視聴者さんにも一度はやっていただきたいです。一緒にやっていきましょう。それではまず万歳を行っていきましょう。この前を伸ばしていきますよ。ではいきます。せーの、スタート。はい、1、2、息を吐いて、3、4、5、6、7、頭ちょっと頑張って、8、頭の中伸ばして、9、ラスト、10、OK、次はこの横を伸ばしていきましょう。腰に手を当てて、腕はぐーっと伸ばしていきます。そしてこの伸ばすときに必ず息をふーっと吐きながら伸ばしていってくださいね。それではいきましょう。せーの、スタート。はい、1、2、3、力伸ばして、4、はい、5、はい、6、あともちょっとですね、頑張って、7、8、9、息止めないで出そう、10、OK です。では次は腰を後ろにひねっていきます。そして戻して、反対も同じようにひねって戻していきます。必ず息をふーっと吐いて、お腹をへこませながら体をひねっていくようにしてくださいね。それではいきます。せーの、スタート。はい、1、息を吐いて、はい、2、はい、戻して、はい、3、戻して、はい、4、はい、5、いいですね、どんどん体ひねってますよ。はい、6、はい、7、戻して、はい、8、はい、9、あと1回です。はい、ラスト、10、 OK です。次なんですが、最初で行ったひねりを2つ組み合わせていきます。なのでこのまま万歳をして体をひねります。ぐーっとひねって、お腹を伸ばしていきましょう。で、この時もですね、息をふーっと吐きながらお腹をへこまして伸ばしましょう。それではいきましょう。せーの、スタート。はい、1、2、お腹をへこまして、3、はい、4、5、お腹を伸ばして、はい、6、しっかりと息を吐きましょう、7、8、9、ラスト、10、 OK。 まず右足を後ろに引いてもらって、左手は腰に手を当てます。そして右手を膝を触るようにぐーっとひねったら、外側に向かってぐーっと伸ばします。そしてまた戻して、広げる。これをすることによって、お腹もひねりながら、そしてこの腕の前ですね、ここをですね、外側にひねっていきますので、猫背の改善にもつながっていきます。それではいきますよ。せーの、スタート。はい、1、2、3、4、指先を守ってみて、5、6、7、大きく動かしていきましょう、8、指先を見ていきましょう、9、ラスト、10、
OK! では次は反対側に行きましょう。それでは、行きますよ。せーの、スタート。はい。1、2、3、頑張って。はい、4、はい、5、これで終わりですよ、頑張って。6、はい、7、はい、8、はい、9、ラスト、10、OK! 次は、右足を後ろに引いてもらって、この状態で両手をバンザイしていきます。そして、戻して、バンザイ。これを繰り返して、さらにお腹周りを伸ばしていきます。右が終わったら反対の左足も行っていきます。それではいきますよ。せーの、スタート。いきますね。はい。1、2、中指先まで伸ばして、3、お腹を伸ばしましょう。4、待て、5、6、呼吸を止めないで、7、8、9、はい、最後、10、OK! では反対の左足を後ろに下げて、また万全を行っていきましょう。それではいきます。せーの、スタート。いきますよ。はい。1、2、3、しっかりお腹を伸ばして、4、5、まとまっちゃったですよ、6、頑張って、7、8、9、はい、ラスト、10、OK、いいですね、皆さん、その調子であと1種目、頑張っていきましょう。これで最後です。足を横に出しながら、肩に手を置いて、そして真ん中に戻るときに、バンザイする。そして、反対も同じように、バンザイ。これを最後に10回行って終わっていきましょう。それでは、いきますよ。せーの、スタート。いきますよ。はい。1、バンザイして、2、動きゆっくりでも大丈夫です。3、4、けどお腹伸ばして、5、6、あともうちょっとです。7、頑張って、8、あともう少しです。9、やらそう、10、OK でーす。